交通規制とは、ある道路の一定の区間について、災害や交通事故の発生などの危険がある場合に、その道路の通行を禁止したり、通行速度、通行重量、通行高さなどの制限を行うこと、通行規制とも言う。これは、道路法上の道路管理者による道路の交通規制の定義とほぼを不調する。一方で、公安委員会や警察署長、 現場の警察官等による交通規制とは、道路交通法上の定義として、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、または交通妨害その他の道路の交通に禁する、障害を防止するため必要があると認めるときに、信号機または道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者または車両等の通行の禁止その他の道路における、 交通の規制を言う。交通規制の目的は主に、災害や事故による危険の防止と安全確保、渋滞等の少ない円滑な交通の確保、大気汚染、騒音、振動などの交通妨害の防止の3種類に分けられる。特に異常気象により災害発生の恐れがある場合は、降雨量、風速、波高などの規制基準を定め、基準値に達した場合は区間を決めて、 通行規制を行うため、異常気象時事前通行規制区間と呼ばれる。異常気象時通行規制車両通行規制工事時、規制通行対規制国道55号室都市の設置状況。工事通行規制区間の標識例、概要規制方法規制基準概要、大雨による事前通行規制。土佐国道事務所、HP2012 年9月29日閲覧。 特殊通行規制区間ナンバーワン4北海道地区道路情報 HP 2012年9月29日閲覧西日本新聞2009.114ありがとうございます